2021。明治安田生命 J2 リーグ第13節、国分ヘッドで戻してクリアです。セカンドボール、半田のシュート、山形ユースの星でもあります。ファーストシュートは半田でした。ファーサイド、バイスを狙ったか、中川競り勝ちました。ピーター宇高、藤島、ゴールキーパーの藤島です。いいコントロールでシュートだー、荒木大吾です。藤大武器カットした武田、ピーター宇高前に出る、荒木を狙うヘッドだー、わずかに外れました。左に出して松田天馬、ワンタッチで荒木、俊足の荒木です。ワイドで勝負してピーター宇高、ハーフスペースから左足こぼれ球、飯田の右足だ。こまめにラインを上げますが、ヨルディバイス2人に囲まれながら前を向きます。ピーター宇高フリックして武田、さらに荒木が来た。今シーズン初スタメンでドリブルで進入して、まあ、宇高がこうダイレクトヒールで、おそらくバイスを狙ったと思うんですけども、はい、流れたところ武田が非常にいい距離感で入ってましたし、縦につけた山田浩太、林を動き出している、その林だ、前を向いてシュート、枠を捉えることはできませんでした。シンプルにクリア、山田拓実ゴールキーパーに戻しますが、ここで長いホイッスルです。前半が終了しています。さあ後半は1点リードの京都のキックオフで試合が再開されます。まずは荻原に出して一旦広げます。半田、半田クロス、こぼれ球狙っている、最後林が飛び込んでいきました。もう一度縦につけます、林が戻して、ここはシュートを打っていった、3人に囲まれている、なんとかキープしました。ワイドに出す、中2枚入っています、折り返していく、オーバーヘッドですが、ここでシュートだ、南、コータ、ワイドに広げて半田、胸トラップから折り返していく、もう一度いった、シュートだ、シュートか、その先を狙ったか、藤田、そしてワイドに半田、山田コータ入っています。ゴールキーパー若原好プレー、ただ藤田がいる、しかしその後福岡、福岡ヘッド、ここでホイッスルが響き渡りました。